僕たちは勝たなければいけない試合で、まあ、勝ち点3を本当に絶対に取らないといけない試合だったので、まあ、0-0 で試合が進んでいる中で自分が出たらこうしようとかプレーは考えてましたけど、まあ、結果的に点を取ることができて、まあ、チームが勝利することができてよかったなと思います。富樫かな、富樫から翔太にパスが出て、翔太が打つかどうかちょっと様子を見てたんですけど、まあ、スカウティングでも結構富山の選手は下がって、あの2列目のゾーンが開くよっていうスカウティングもあったので、まあ、僕は信じて走り込んだんですけど、それを翔太がまあ冷静に見ててくれたので、まあ、本当にまあ緊張しましたけど決めることができてよかったです。まあ、本当、まあ、僕は個人的にもまあ守備的な選手なんで、まあ、まずは失点をしないところから入ろうと思って入りました。本当、まあ勝って嬉しいですし、まあ、本当テンション上がってましたけど、みんな。ただ、まあ、やっぱ僕たちはこれからあと4試合勝ち続けるのみなので、まあ、本当、まあ、いい形で切り替えれると思います。はい、スタメン組もそうですけど、サブ組がこう出て、まあ、試合を決定づけられるっていうのは今チームが乗っている証拠だと思いますし、まあ、この流れを次も続けれるように、まあ、これからもいい準備していきたいなと思います。